こちら私が書きましたカルタなんですが、出来栄え正直何点だと思いますか？90点。95点。95点。じゃあ足りなかった10点教えてください。そうですね、すいません、ちょっとわかんない。じゃあ100点じゃない？それって100点じゃない？100点でいいと思います。ちょっといいんですか？急に甘くなって、じゃあ95点の5点教えてください。そうですね、最初に、私は書けないって言ったところがマイナス5点でした。あ、なるほど。ご謙遜があだとなる。こんなに書けるかな。書けないと言いながらこうできちゃう、そこそこできちゃったっていうところが、なるほど、ちょっとあざといですね。確かにそこはあざとい。マイナス5ポイント。かしこまり、もう人生の教訓ですね。それに関しましては謙遜しすぎてはいけない。そうです。そうですね。なかなかの出来栄えかと思います。元気いっぱいです。こちらの絵札。カルタがどんな出来栄えになっているかはぜひオンエアをご覧ください。でオンエアをご覧になりまして、このカルタ欲しいなという方いらっしゃいましたら、視聴者プレゼントやっちゃいましょう。ぜひ TVK に、メールなりお便りなりで、ちょっといっとちゃんのカルタ欲しいと書いていただければ、抽選でこれ1名様に当たりますので、ぜひご応募ください。当たった方には後ろにサインもつけちゃうよ。ぜひ応募待ってます。